新選組の名をとどろかせた事件。それは池田屋事件。元治元年1864年6月5日の出来事だった。かねてから怪しい京都の一人の商人を捕らえた、そして拷問を加えたところ、数々のことを白状し始めたのである。商人の名は増谷喜右衛門。しかしその者は古田俊太郎であった。長州に加担した。そしてこの商人の部屋から武器弾薬が発見されたのである。そして恐るべきことを自白したのである。嵐のような風吹く夜に今日の都に火をつけて、孔明天皇を奪い去る。長州藩の密会の宿を探して風を切る勇の剣よ。池田屋騒動事件、長州藩と新選組が二つに分かれた祖国愛、有国日本どこへ行く。このままでいたら今日の町は火の海になる。長州の武士たちが潜んでいる宿を探さなければならない。松平かたもりはそれを決断し、新選組は茶屋旅宿など捜索を開始した。近藤勇と土方歳三は二手に分かれ、近藤勇と沖田総司らは池田屋に注目をしたのである。池田屋ご主人、旅宿改めである。皆の者、そこにある刀を縄で縛っておけ。二階に上がれ。それ二階だ。鎖国かそれとも開国なれか、松平かたもり切り捨てて、尊王攘夷の美名を借りた。長州藩の陰謀の宿を探して捕らえたる勇の剣よ。池田屋騒動事変、日本を愛する若者たちが二つに分かれて血を染めた。有国日本どこへ行く。池田屋騒動事件、長
州半島新選組が二つに分かれて祖国愛友国日本どこへ行く池田屋事件から新選組の勝利の道を歩むことができたのではなく逆に長州から恨まれた新選組はやがて滅亡の道へと歩むことになるのである。そして日本は明治維新へと加速したのである。